昨年船橋市で発生した火災件数は145件。消防職員と消防団員は市民の安心安全を守るために昼夜活動しています。今週初めは消防の仕事始めの行事である出初め式の様子をお届けします。分裂に一糸乱れぬ隊列の入場行進。消防職員530名、消防団員420名の総勢950名が船橋アリーナに集合しました。船橋市消防出初め式は市民一人一人の防火・防災意識の高揚と消防力の発展を目的に毎年消防局と消防団の主催で行われています。消防関係の皆様には今後も生命・財産を守るという消防に課せられた使命を果たすためによりしっかりとした活動を展開していただけることを心からお願いを申し上げる次第であります。式典第一部、まずは消防職務への献身的な努力や模範となる行動を取った消防職員や消防団員、消防協力者の表彰です。厚労省や政勤省などが4団体200名に贈られ、表彰受賞者代表からは謝辞が述べられました。消防出初め式にあたり、今新たな決意のもと、船橋63万市民の皆様の信頼と負託に応えるべくさらなる努力精進を重ねてまいる所存であります。さまざまな演技が披露される式典第2部がスタートしました。はい、決まりました。一本通り船橋市消防特別作業協力会による子どもはしご乗りです。はい、腹亀決まりました。会場全体に響く木遣り歌、いよいよ大人のはしご乗りです。一本通り袖をかざした姿が厳しく決まっております。はしごの高さはおよそ 6.4 メートル。飛び口と呼ばれる消防作業で障害物の除去や解体などに使われている道具を使いしっかりと支えます。遠見や八艘、シャチなど難易度の高い技が次々と繰り出されると、客席から大きな拍手が送られました。はい、谷の時、体の反りが美しい谷の時であります。続いて消防局音楽隊と市立船橋高校ダンス部による華麗なフロアドリルです。音楽隊のダイナミックな演奏と高校生たちの生き生きとしたダンスで会場に花を添えてくれました。フロアいっぱいを使って息の合った演奏を披露したのは滝の井幼稚園幼年消防クラブによる鼓笛演奏です。ただいまから平成30年船橋消防出初め式一斉放水を行います。出初め式を締めくくる一斉放水。
今年1年の最初で最後の放水にしたいという願いを込め、新年の大空に吹き上げられた水のアーチに多くの来場者が歓声を上げていました。普段からこういった形で訓練していただいているんだなっていうのは本当に安心しました。楽しくて、結構素敵でした。将来消防士になりたいです。命をかけてやっていただいているお仕事なので大変だとは思うんですけれども、これからも年間頑張っていただきたいと思いました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私たちも心がけているのは、自分の身を自分で守らなければ市民を守れないと、まず自分を律することが大事だと思います。たくさんの市民の人たちに理解と協力、そして自分たちの身は自分たちで守るということをですね、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思ってます。現在、船橋市消防局では消防団員を募集しています。市内在住または在勤で18歳以上の健康な方であれば男女は問いません。船橋市では昨年の12月からこの1ヶ月の間、火災により4例の方が亡くなられました。ご家庭での火の取り扱いには十分気をつけて、お出かけ前、お休み前には必ず火の元をお確かめください。続いては、日本の武道を中心にさまざまなサークル活動が行われている施設をご紹介します。剣道、柔道、そして相撲、さまざまな武道が行われているのは船橋市場の近くにある船橋市武道センターです。昭和62年に開館し、市内の大会で利用される柔道場や剣道場、相撲場があります。武道を親しみながら強くしていきたいという、そういう願いもあったものですから、この武道センターができたわけでございます。2階にある第一武道場は232枚もの畳が敷き詰められ、柔道の公式試合が2試合同時に行える広さがあります。この日は柔道連盟が実施する市内外の中学生を集めた合同練習が行われました。3階には剣道や薙刀のほか、ヨガや太極拳などさまざまな用途で活用できる第二武道場があります。今稽古に励んでいるのは、施設の利用を続けて20年以上という健康塾。20代から90代までの幅広い年代の会員が剣技を磨き合っています。ここの道場のいいところは朝稽古だということですね。まあ一日というか将来の英気を養うという形でね、だから非常にもう皆さん喜んで来てますね。この場所もですね、駅から近いですし、駐車場も、まあ、多少ございますし、集まりやすい。土俵では平成14年に誕生した船橋唯一の相撲クラブ、船橋市スター相撲団が稽古をしています。冬場外は寒くてたまらないですよね。そういう意味では屋内相撲場があるっていうのは本当に千葉県内の中でも比較的少ないんじゃないでしょうか。そういう意味ではとってもありがたい施設ですね。室内なんでちゃんとシャワーとかついてて、まあ、設備がいいんでとても充実してます。武道センターは空き状況に応じて個人でも気軽に利用できます。相撲場の一角で自主練習に励んでいるのは、
全国空手大会で2位という実力を持つ西塚優真くんです。はい、武道センターで練習してから大会の成績も上がってきてます。今年もその全国大会に出て優勝することが、今の目標です。現在武道センターで活動しているサークルは全部で56団体。広々としたスペースを生かし、ジャズダンスやヨガ、新体操教室などさまざまなジャンルで活用されています。多目的に使える部屋も充実しています。N キッズダンスの皆さんは武道センターで活動を始めておよそ15年になります。最初は武道しか貸し出してなかったんですが、ちょうど借りたいなって思った頃にいろんな分野のダンスとかも貸してくれるよっていうことになりまして、大変嬉しくやったと思って使わせていただきました。私は将来ダンサーとかを目指しているので、すごい頑張ってます。武道センターの人たちが挨拶とかもしてくれるし、涼しかったりしていいところだと思います。第3会議室の和室では生け花教室が開かれていました。武道センターだとこう地域の方が割と気楽にいらっしゃるじゃないですか。改まってこうどっかの教室行ったり先生のお宅行くよりは初めての方も来やすいんじゃないかと思いますけど。武道センターが主催する教室も定期的に開催されています。子どもから高齢の方まで幅広い世代が楽しめる内容が多数用意され、今年度からは新たにラテン系の音楽とダンス、フィットネスを融合させたズンバ教室がスタートしました。職員一同、お客様を明るい笑顔でお迎えしたいと思っております。船橋市場の近くの船橋武道センターにぜひお越しください。お待ちしております。利用方法や利用料金、各教室の案内など武道センターに関する詳しい情報につきましては、広報船橋やホームページをご覧ください。武道センターにはシャワー室や更衣室も完備されています。団体のほか個人でも利用できますので、ぜひご利用ください。最後にお知らせです。今月25日から30日まで東武百貨店船橋店でヘルシー船橋フェアが開催されます。今年で31回目を迎えるこの催しでは、骨密度や血管年齢の測定、医療相談コーナーなど無料で健康チェックができるほか、子ども向けの制服着用体験コーナー、日替わりのイベントコーナーが用意されます。親子で楽しむことができますので、気軽にお越しください。3月24日土曜日、小学生を対象とした仕事体験イベント、船橋未来小学校が開催されます。これは小学生が大型商業施設内の店舗で販売、接客やインフォメーションセンターの受付など実際の仕事を体験するものです。そこで現在このイベントに参加する小学生を募集しています。募集期間は来月9日までとなっています。実際に船橋のお店に立ってお仕事を体験できるまたとないチャンスです。貴重な経験にもなりますので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。それでは今週はこの辺で失礼します。